モニター艦、モニター艦あるいは、モニターとは、軍艦の一種で、比較的小型で低還元の船体に、相対的に大口径の手法を砲塔式に搭載したものを指す。基本設計に着目した分類であるため、性能や用途は艦によって異なる。モニターの語は、最初期の例である、南北戦争時のアメリカ軍艦モニターの艦名に、由来する。抗議の砲艦の一種に含まれる。 大きく分けると、沿岸や内水域での対艦戦闘を目的としたものと、対地攻撃を目的としたものに分類することができる。いずれも還元が低く紅葉性能が乏しい傾向があり、移動放題的な性格を持つ点で共通する。前者は、用途に着目すると、解剖戦艦の位置形態とも見ることができる。アメリカの南北戦争において北軍が、モニター級を、 水路封鎖と大地攻撃に用いたハンプトンローズ海戦のが一般に歴史上最初のモニター艦だと言われる。これは軍艦に砲塔が搭載された最初期の例でもある。南北戦争で一定の成功を収めたことをきっかけに建造費用の割に強力な沿岸防衛用軍艦としてモニター艦は世界に広まった。初代モニターの設計者である。 ジョン・エリクソン自身もスウェーデン海軍向けにモニター艦を設計している。これらのモニター艦に共通する特徴としては、強力な手砲塔と走行の他にマストなどの搬送設備を持たないことと、極端に低い還元としていることである。この特徴は、砲塔の社会を確保して、少数の代行警報で高い攻撃力を実現し、標的面積を減少させ、 走行を集中することで防御力も向上でき、搬送の操作人員も削減できるメリットがある。当時実用化されていた、感染用の最新動力は、蒸気レシプロエンジンであった。しかし、直立シリンダー型では、低いシルエットと重心を得ることは難しく、さりとて、水平型で、推進軸を船体中心線付近とするには配置と、重量の左右付近口を招く。 そこで左右対称の構造でピストンの両側にコネクティングロット、コンロットを持つ水平感動式のトンクエンジンに着目し、これを改良することとなった。トランクエンジンはピストン棒がなく小型化には適するがコンロットの動作角度の制限、トランク系の限界から大きなストローク、大きな軸トルクが得られない欠点があった。 そこでエリクソンはコンロットをクランクに近づけすることを止め軸の両端に長端2本のレバー手小棒を持つレバー軸を新たに設け短いレバーにピストンからのコンロットを連結し長いレバーでストロークを増幅した上でクランクを回すレイアウトを考案したこのレバー軸はトランクエンジンを挟んで左右に一組ずつあり左右の長いレバーからのコンロットが 中央のクランクでつながるため、左右対称となり、船体中心線上への配置と低い甲板の両立がかとなり、さらに必要なトルクも確保できるようになった。これは、バイブレーティングレバーエンジンと呼ばれる。一方、低く小さな船体は、燃料用石炭の搭載限界による、航続力の低下、居住環境の悪化、大破性の低下というデメリットももたらした。 デメリットは沿岸防御に用いる分には一応許容できるが、それでもしばしば海難事故を生じる原因となった。作業、滞在空間の不足を補うためには、砲塔上や甲板にテントを張ることがよく行われたが、不便は否めなかった。イギリスでは、対艦戦闘用モニター艦の一種として、ブレストワークモニターと呼ばれる系列の軍艦が建造された。これは、 船体中央部にブレストワーク、ブレストワーク、胸壁の位と称する上部構造物を乗せ、その上に砲塔を配置したモニター管である。上甲板に砲塔設置用の開口部を持たないため、船体の水密性が高まり、作業、居住空間が広がるメリットがあった。その代わり、被弾しやすいブレストワーク部には強力な装甲を施す必要が、生じ、重量増加や、 重心上昇を招くデメリットもあった。オーストラリア向けに建造されたサーベラスが代表例である。艦の前後中心線上に宝刀を置くデザインは、紅葉走行艦と融合し、全土急戦艦へと発展する通過点となった。急激な技術発展が進む中で、19世紀末には、早くも蒸気のような典型的モニター艦は建造されなくなった。砲線距離が伸び、 砲弾の落下角度が増大したことは、低還元が有していた、標的面積減少のメリットを失わせた。また、蒸気などの線訓により、モニター管の主閉層とする少数の大口径法よりも、新型の速射法が実用的であることが判明した上、新たに出現した水雷艇対策にも小口径の速射法装備が不可欠であり、モニター管には、 そのような改良の余地が乏しかった。さらに、機関技術の進歩は、公用型の軍艦でも搬送設備を縮小、廃止でき状況を生み、モニター艦よりもバランスの取れた設計が可能になっていたのである。もっとも、モニター艦の持っていた小さな装甲船体に相対的に強力な火砲という性格は、一般的な解剖戦艦に継承されていく。 以上のような対艦戦闘用の系列とは別に、第一次世界大戦の頃に出現した、対地攻撃用のモニター艦がある。これは、イギリス海軍が陸上部隊の火力支援任務のために、戦艦や装甲巡洋艦の宝刀を流用した一種の移動砲台である。沿岸用なので喫水が浅く比較的還元が低い。点や強力な手法等を持つ点で、従来のモニター艦と、 類似する。建造の背景には、地上砲撃という戦術上の必要性のほかに、旧式艦の余剰砲等の有効活用という意図もあったと言われる。イギリス海軍では35隻が建造された。大口径の手法は持つものの、通常の水上戦闘艦と交戦するのには適しない。なぜなら、水上戦闘用のモニター艦が吸ったれたように、速射砲ではない少数の砲では、 遠距離の高速移動目標への命中は騎士が大え、速力も極めて低速なためである。第一次世界大戦において、イギリス海軍のモニター艦ラグラント M28 は、オスマン帝国海軍の巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリム及び巡洋艦、ミデッリと交戦したが、一方的に撃沈されている。軍用機の急速な発達が進むと、 モニター艦の防御力の弱さが目立つようになり、速力が遅いことによる運用難もあって次第に衰退した。第二次世界大戦でもイギリス海軍では少数のモニター艦が使用されたが、うち一隻のテラーはドイツ軍機の空襲で失われている。ただし、モニター艦が目的とした海上からの火力支援任務はむしろ要請を増し、一般的な戦艦やロケット弾搭載終点がこれを 引き継いでいる。なお、イギリス海軍のモニター艦2隻は1950年代まで在籍していた。河川などの内水用の砲艦、砲艇の中にもモニター艦式の設計のものがあり、海上用のモニター艦とは区別して川用、モニター艦と呼ばれることもある。武装には戦車用の砲塔を流用したものが多い。例えば、ベトナム戦争でアメリカ軍は、 上陸用舟艇を改造して迫撃砲や戦車砲を搭載した重武装な法廷を使用し、モニターと呼んでいた。これは、メコン川などの流域にあるゲリラ拠点に対しての対地攻撃に用いられた。モニター艦の中でも得意な存在の艦内し、モニター類似艦として、第一次世界大戦後にイギリス海軍の建造した M 級潜水艦を上げることができる。 この潜水艦は限定旋回式の 305mm 単装砲塔を搭載しており、敵水上艦船への浮上攻撃を行う計画であった。なお、フランス海軍でも通称破壊用に 203mm 砲塔を搭載した似た性格の潜水艦スルクフが建造されているが、こちらはモニター艦と呼ばれることはない。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。